桑名と八神に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのなら、そこへ行くのがベストでしょう。しかしよ、八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。ああ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら、日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ、沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば、公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに、僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね、楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから、僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ、八神。お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。いっそ八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも。また杉浦借りちゃって。何を今さら、水臭いですぞ。ではこれにて。
何を。大丈夫、降りる時に返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは。俺らは探偵で、北方先生とも話をしています。満君のことや、それから5年前河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そう、ならご用は何です。真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今桑名と名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること。あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。結果から言うと、あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手はGPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況がわかりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。満君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とは、あらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は、確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとっては、あなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え？大人の偉い人たちにも
いじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明弘の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレがカムロ町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安はやがて楠本充と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は充くんの元同級生で、江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越芝の教育実習まで担当してたんです。まもなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越芝殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？それをもっと利益が出るよう、リスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に
私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。嘘でしょ。ちょっと置いてかないでよ矢上さん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること、日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたって、それこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと。ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆って。もうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか。かもしれませんね。河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか。北方先生と話したならあなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく、他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば、彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているならこれ以上私に何を聞くんです。息子さんは今どういう状況なんですか。いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。わかりました。改めて言いますが、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう降ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか。あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと。ええ、その時は多分絶対表に出ない場所で誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でも
それが何なんです？え？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。ミツルのために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合が神室町で働いていると聞かされ見に行った。河合は満の飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。ミツルをいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらい。だから私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの？桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか？これは沢さん。あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったらこれで俺たちにも連絡くれますか？こっちの話は以上です。車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああだからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか、じゃあお言葉に甘いまーす。
うん、なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの 2,3 日だったろ、クワノ。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。ふん、何か電話じゃ済まねえ話か。楠本麗子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どのみち彼女は絶対に捕まらねえぞ。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて。お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越葉という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。すべて打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか。
沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本充を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。ええ、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。もしもし。白崎です。八神さん、今日も横浜ですか。ああ、もしかして江原の裁判の件。ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが八神さんも同席できますか。わかった、もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。つまり間宮由衣は痴漢の被害者ではなく江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに弁護側はそこまで話を広げるわけですか。被告人が痴漢した動機を説明するには御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？
あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。八神先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。ふん。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。なんだと？ああ、失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですが、そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか。江原の無実を証明してみせるよ。あいつが痴漢じゃないって証拠が出てきたんだ。だからそれが例の殺人動画なんだろ。ネットの意見を鵜呑みにする一般人と何も変わらない。
あの動画がフェイクじゃないという証拠は、この先の未来では映像一つで判決が次々にひっくり返されることになるな。ええ、八神さん、確かにこれはケンジの言う通りかもしれません。え、あれ、そう、今江原さんが痴漢でないことを示す証拠は殺人動画だけです。それだけで無実を証明できたとは言えません。いや、そっか。じゃあ、なんだって言うんだ。江原にはきっちり三越葉殺しの罪を償わせるべきだ。人殺しが罪を逃れることを俺は見過ごせない。いや、はや、それを審理するために痴漢事件を控訴するのか。だとしたらとんだお門違いだ。八神さん、確かにおっしゃりたいことはわかるんですが、三越葉殺しはあくまでも痴漢事件とは別件です。え、あれ、ここは痴漢事件の控訴について話し合う場なので。いや、そっか。じゃあ、なんだって言うんだ。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてないなら、疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっとも、おそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。
たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし、江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ、公安の？その所属は名乗りませんでしたが、まあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど、話が早くていいですね、八神先生。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか？桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事？管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ？そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか？おっしゃってる意味が分かりません。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな？なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？奴をかばう理由があるのか？分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。
加減にしろよ。何見てんの。まだいい。ったく、時間食っちゃったよ。よう、高野って検事、どうだった？いや、俺どうもあいつを昔、小僧扱いしてたらしくてな。沙織君にそのとばっちりが行かなきゃいいと思ってんだがよ。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバッグについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば星野君が RK の噂を聞きつけてきたようです。